日本財団が進める海と日本プロジェクト in 長崎です。無機物を加熱処理して作ったセラミックを使って大村湾の水質を改善するプロジェクトが今年の秋から始まる予定です。今日デモンストレーションが行われました。デモンストレーションは長崎空港近くの海岸で行われました。海の水質改善に一役買うのは水質浄化セラミックというバラや菊など7種類の植物から取ったミネラル分を凝縮したものです。東京に本社を置くサンタミネラルは4年前から大村湾の水質環境の改善を目指し、日本財団や大村市から支援を受けて実験を行ってきました。海中にセラミックを置くことでヘドロの解消やアオサによる悪臭が減るなど一定の効果が出ているといいます。この技術に興味を示している人がいます。1個、2個、3個タレントのオスマン・サンコンさんは水質浄化のシステムを母国ギニアに持ち帰り農業を発展させたいと意気込んでいます。皆さんアフリカ50の国あるんですね。そういうのやっぱり日本から教えてもらったらすごく人類助かるんだなと思います。大村市は今年10月から企業版のふるさと納税だけを使って大村湾の水質浄化に取り組むとしていて、藻場の再生や生き物が生息しやすい環境を整えたい考えです。本当に大きくもうやる前とやった後では改善して数値が下がっています。シンボリックな大村湾だからこそですね、この事業の効果が、広く認知をされて、全国に、もっと言うと世界にですね広がっていくことをぜひ期待をしたいと思っています。この技術を使って今年10月以降月に1回のペースで東京大学と長崎大学が共同で水質環境を調査し大村市にフィードバックする予定だということです。海と日本。